せーの、文字化け。今回はですね、このゲームをやります。このゲームまだ配信されてから1週間弱しか経ってないんですけど、もうね、Steam の評価が圧倒的好評なんすよ。てかね、そもそもなんか 1,2 年ぐらい前かな、一回なんかデモ版みたいなのでものすごく話題になったゲームで、なんかもうタイトル画面ちょっと怖いんですけど、なんかね、ホラー男子たちの言葉を解読して脱出を目指す中で恋愛するゲームらしい。ちょっとね、書いてることがよくわからん。恋愛すんの？このこいつを無理やろ。しかも言葉理解できないやろ。まあ、ちょっとやってみますね。結構ね、その本当に2年ぐらい前から知ってたんだけど、まあ、ちょっとね、いよいよやる時が来たってことで大興奮します。日本語で。もうさ、日本語ですらあれなんでしょ？解読できない言葉が出てくるんでしょ？からの、中国語とかにしたらさ、もうやばいやん。ゲーム実況できん。データスロットセレクション。使用するセーブスロットは、まあ、間取って2でね。何の音？始まりました。早速、もう迷い込んでんのかな？なんか異世界みたいなところに。私。そっか。私、今回女ね。うん、早っ！もう始まんの？何あれ？女になりきろ。あれは、一体？おぉ。早いって。しかも、主人公のこの声、めちゃめちゃ高かったよね。ポケモンみたいな声だったじゃん。あお発情してる？今の何？ここどこなの？バックもないし、どうしよう。出口を探さないと。えおう。なんかもう、囲まれてね。なんだお前は。フードの男。ああ、もうこういう感じなんだ。え、何語？何言ってっか全然理解できないんですけど。おい。何？おい。私、あなたって言ってるのかな？ジェスチャーでね。え、こっち優しくない？おか。あの、え、これ文字の形覚えとかなきゃいけないの？無理よ。ねえ。地面についてるさ、アスファルトについたガムのさ、カッピカピにぺっちゃんこになったさ、いつのガムかわからんの跡あるやん。こういう形のやつあるやん、たまに。これにしか見えん。ガワや。ありがとう。え、これさ、右のやつ一文字なの？私のこと聞いてる？ごく普通の人間、かっこ美少女ですけど。お前美少女なん？自覚あんだ。へぇ。あ、え？そういう感じで答えてくの？スマイルで。分岐とかあんのかな？オッケー、そうね。合ってたのかな？うん。てか、この言語、単語の羅列だけで会話するの？順序の法則はあるみたいだけど、助詞はないっぽい。ちょ、難しい言葉言わないでね。細かいニュアンスが伝わらないじゃん。だいぶ荒削りな言語だな。知らない言語だし、ここどこなんだろう。え、どうすりゃいいの？めっちゃ調べれる。ちょっと待って。あ、ロード、メニュー、セーブ。なんこれ。あ、え、あ、こういう風に、え、これ例えば、うんことか、できるってこと？あ、なるほどね。え、待って。これ、だから、1、2、3、4、5。20個かける10。200単語出てくるってこと？え、でもさ、これ形子じゃね？え、これ、これもうんこなんじゃねえの？これ全部うんこなんじゃねえ？一応うんこにしとく。ひらがなうんこにしとこう。一応ね。で、これなんだろうな。同じ単語だから、全然思い浮かばない。犬にしとこう。犬。まあ、一応ね。んで、これがログか。まあ、一つ一つ調べていく。わからん？え、これってさ、ここで、あ、ここでなんとかできんだ。
バケツだ。違うか？なんこれ。え、バケツだとかじゃないの？これ調べたらだってそう言ったよ。バケツだ。違うのかな？これは？え？2個？え、こっちただのバケツだなの？え、違うわ。2個なってる。だからバケツだじゃない2回調べんなってことなんじゃない？だからバケツだ。うん。違うのかな？バケツだね。バケツだよな。なんで、これは？電球でしょ？電球。これ、文字に、あれだな。なんかその、4文字って思わない方がいいんかな？電球。あ？はい。え、なんか、こいつなんつってんだろ、今。めっちゃ、めっちゃ暗いやん。めっちゃ暗いやん。なんか、あれ？なんかはみ出てんだけど。めっちゃ暗いやんでしょ？これは？これ明るくなったやんでしょ？明るくなったじゃん。明るくなったじゃん。はい。犬？めっちゃ暗い。犬出てきちゃった。え、まずどういうこと？ん？んかつくと逆の意味になる？俺これ無理かもしんない。それ、ん？違う。わかんねえわ。ではない的な感じ？なるほど。で、これを、ではない。ではないにしよう。じゃあ一応ね。ではない。なんか増えた。え？なんこれ。なんだこれ。元カノ？お化け？お化けがいる。こいつもお化けじゃないの？だからこいつなんか武器持ってね。死神か？元カノ。元カノ何これ？元カノ、息めっちゃ臭いね。うん。怒って消えちゃった。あれ、元カノ、怒っちゃった。わけわかる。どこ行った？元カノ。え？さっき答え、また違うこと言ってんの？怒らせちゃった。元カノ、怒らせちゃった。うん。で、ちょっと待ってよ。他を調べるか。これは、え？ちょっと待って。うっさ、殺すぞ。この人怖くない？こっちは？え？これ扉でしょ？これは扉だでしょ？扉だ。だとかいらないわ。扉。単語か。普通に。単語やればいいのかな？オープン。いや、キャンセルしよう。お前は？ん？え？息めっちゃ臭いねんなんだけど。え？え、もうそんな見ないで俺息めっちゃ臭いねんじゃないの？え、まだあんの？お前なんて言ってんの？どう？いや、めっちゃ臭いわ。お前息めっちゃ臭いわ。今のは強く言いつける口調。え？は、すべき的なニュアンスの単語？これそのままでいいの？すべき。うん。え？知らない方がいいみたいな。違うか？そんな目ないで俺息めっちゃ臭いね。すべきどう？え？え？わかんないわかんない。まだちょっとどうどうにしとこう。わかんねえよ全然。でもちょ、開けるよ。扉。うん。開けます。行きますよもう。これチュートリアルなら俺多分積むよ。普通に。これは？これを動かせば通れそう。いや、ちょっと待って。ちょっと待ってね。これは？開くんだよ、じゃあ！なんつってんの、これ。わかんない。おならの匂い嗅ぐ？うん。ここにしとく？え？うんこ出てきた。この手招きは何？うんこ。え？うん、え？何？え、もう。うんこ食う？俺のうまいけど。え、まだ聞くの？うんこ食べないの？うんこ食べないのじゃないの？うんこ食べないの？うまいけど？はい。食べます。うまいけど。うまいけど！わかんねえ。
ダメだわこれ。俺これ多分今年一苦手なゲームかもしれない。どうすんだよこれ。おならの匂い嗅ぐ？え？うんこ食う？俺のうまいけど。うんこ食べないの？うまいけど。いや、クローズだな。よし。で、だってさ、これ、え？その言ってることが分かったところでスマイルしたら俺殺されんでしょ？こっちちょっと行ってみる？これ動かせば通れそう。行こっか。よし、来いよ。てか普通にちょっとビビったんだけど。音でか、怖っ。怖っ。またなんかいんの？怖っ。何もなさそうかな。って言ったら来るんだよ。後ろ振り向けば来るぞ。手首！生きてるの？これ。これ別に喋んないよね。あ？え？何か指さしてるけど。うわ！生首？あれ？おならの匂い嗅ぐ？え、同じこと言ってんだよね。え？これ、こんにちはとかか？うんこ。同じこと言ってる。え？うんこ食べたいか？うんこ食べたい？なんこの汚い実況。うんこ食べたい！食べたい！え？おしっこではない？ちょっと。汚ね。おしっこではない。ちょっと。ちょっと、もう何言ってんの俺。おしっこではない。茶色いクソ。うんこ。茶色いクソ。なんか進め方、絶対間違ってるけど。うんこ、茶色いクソでしょ？うんこはうまい。茶色いクソ。困ってるのかな？は、うまいは、何かをしたいって意味の単語。うん。ちょっと待って。今のところ、うんこうんこ、俺の息めっちゃ臭いねん、ではない、怒らせちゃった。おならの匂い嗅ぐ？いや、めちゃくちゃあるやん、もうすでに。殺すぞ。え？お前の顔面うんこにしとこう。え？え？めっちゃうんこって言ってるやん。え？マジで、うんこ、マジで。うん。ん？お前のマジでうんこ。マジで。お前のは、してほしいなのかな？オッケーオッケー、ちょっと真面目にやろう。してほしい。うん。はい。持ってほしいってこと？頭を。いや、行こう。で、そこに投げてほしいのか？顔面。あ、投げてほしい。投げて、顔面。そこに、全力で、うん。思いっきり投げないでしょ？運んでってことなのかな？怪しいけど、もう持っちゃったし。でもこいつ害なくない？この手は害あるけど、こいつね、噛んでくる以外できないでしょ？落とすなよ。その手で。え？え？なんつってんだ？え？もっと、これ、ハテナ、絶対関係ないよね。あの、文字数。もっと進んで、うん。はい。進みます。ちゃんとあの、俺なりの、あれで、行くわね。いいの？あ、扉。開けて、扉。はい。そこにクソ！そこにクソあんの？お、え？おならの匂い嗅ぐ？初対面で。うんこ茶色い！俺さ、俺もう、あれよ、30手前よ。小学生みたいな遊びしてんだけど。何？おならの匂い嗅ぐって。
うんこ、うんこ、うんこ出なかったん？便秘？まあ、一応ね、わかんないから。元カノ顔面うんこ。うんこ食べたい。我慢しなさいぐらいじゃない？我慢しなさい。はい。我慢しなさいだろ。うん。え？え、これ、え、えとろに見えるんだけど。エロいに見えるんだけど。エロい？うん。あ、ハテナはあるから、ハテナいらないか。エロいじゃない？エロい？エロい顔面うんこ。エロい。え、なにこれ？エロい AV 女優。エロい AV 女優。私の。おならの匂い嗅ぐ？嗅がねえよ。顔面エロい。顔面エロいね。顔面エロい、エロい君、顔面エロい君。多分この主人公、多分本当美少女って自分でも自負してたじゃん。これ。でも同じような、いや違うか。ファミチキにしとこう。うん。語呂いいし。ではない。ファミチキじゃない？スパイシーチキンか？俺ファミチキよりスパイシーチキ派なんだよね。ずっと社会人時代、ファミマ行ったら必ずスパイシーチキン食ってたぐらい。そのセルフ取ったかもしんないけど。今なんだっけ？ファミカラとかあるよね。ファミカラ？ではない。スパイシーチキンでもファミカラでもない。やっぱファミチキなのか？わからない単語も多い。でも後で知れるかもしれないし。絶対無理やろ。わからない単語には固執せずに。チェックだけして、聞き流した方がいいかも。うん。うんことファミカラの間何？うんこ味のしかないよな。うんこ味のファミカラ？ファミマに怒られねえかな。まだ新しいんだけど。わからん。タフネスチョモランマにしよう。彼は友好的っぽいけど、そう？生首は？おう。銀髪のとこは喋ってんのね。手じゃないの？手です。手です。おお。これ、勃起でしょ？指で表してんじゃねえの？勃起。うん。他には？手です。うん、勃起。これ、椅子、チョモランマ。これ、チョモランマな。で、ん？これテーブル？テーブル。はい。テーブルです。これ、チョモランマじゃねえのか、じゃあ。これ椅子ですか？椅子。椅子で、お前は？どうしよう。殴っていいぐらいにする？殴っていい？お、いや、殴る気や。指で。ちょっとこれ、目つぶしじゃねえの、これ。目つぶすよ。うん。口。はい。髪。はい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 。髪。はい。茶色い。これは、点があるから。やべ。これは、顔面。顔。はい。笑顔。ちょっと待って、笑顔。はい。怒ってる。怒りマン。泣きマン。痛いマン。痛いマン。これびっくりマン。びっくりマン。なるほどね。ちょっと待って、もう一回出して。ファミチキ？うんこ君クソ。うんこだね。うんこだね、君クソ。もうダメなのか。お前は？うんこ味のファミカラ？タフネスイス。椅子に座って。はい。コイン。これ100円玉じゃね？コイン。コイン美味しい。
はい。うん。え？コインない。コインない。あるとないかな。あ、やっぱ美味しい。やっぱあるあるだね。ある。うん。ない。ふむ。めっちゃ優しくね。え？あ、1、2、3。1、2、3。はい。は？え？ちょっと待って。真ん中。え、中央。中央。うん。上。上。はい。下か？下。進んでじゃない？下。下。左。左。はい。右。右ね。右。あ、なにこれ。右。右、はい。はい。え、いいの？コインない。はい。おしっこスパイシーチキン。おしっこスパイシーチキンじゃないの？ね。おしっこスパイシーチキンは、よくわからん。どういうこと？どういうこと？尋ねるような言い方、確認してる？つまり理解できたかってこと？おしっこは可能？あ、なるほどね。可能、可能？うん。スパイシーチキンなんだっけ？まあ、スパイシーチキン理解できたかみたいな、疑問形みたいな感じね。で、これがテーブル。え？で、これはライト。電球。うん！やばい！結構来てる！ファミチキ！これもう、こんにちはなんじゃねえの？でも、ファミチキでいいよね。うんこだね、君クソ。うん。ちょっと出よっか。扉。え？出るのか？出るのかい？出るのかい？クソ扉。出るのかい？クソ扉。え、これセーブした方がいいよね。ちょ、全然セーブしてないからセーブするよ。ちょっと出よっか。ちょっと、でも、200、は？出るのかい？クソ。うん、今、うんち、マジで出そう。ちょ、びっくりしちゃって。なになになに？これは、鎖。鎖。はい。鎖。で、これは、鎖。で、これは、電球。オッケーオッケーオッケー。で、これが、出るのかい？人殺すやつ。人殺すやつ。やつ。はいはい。人殺すやつ。で、これは、椅子。うん。で、これは、テーブルです。はい。で、お前は？え？出るのかい？クソ。え？ここ、うん？ここは、出るのかい？クソ。うん。ちょっともう出ていい？え？ここは出るのかい？クソ。ちょっと出る。ちょっと出口どこ？あれ？早く上に戻ろう。あいつやばいのかな？やっぱ。あれ？びっくりマン！うんこ。え？行かないでとかかな？行かないで？うんこ行かないで？投げてではない。こいつがいいやつなんかな？投げてではない。ん？やめて。うんこ。え？うんこだな。うんこだな、てめえ。ちょ、わかんねえよ。うんこだな、てめえ。え？こっちがさっきのところ？あ、大丈夫？追ってこない？やばい、行ってきたって。え？どこに行くの？どこに行くの？うん。え？普通に怖くね？え？え、出れたんだけど。そっちは来た道？こっち行く？あれ？通れるようになってる。他に道もないからこっちに行くしかないか。え、手前の右に行ってないけど俺。ん？ん？ここの言語って単語も大雑把だよね。同じような概念なら全部ひとまとめにしてるし。出たお前かい！え？
可能ではない。いけない。諦めた。もしかして出られなかった？うん。ここは？何もない。諦めたのか。左行く？ちょっと光ってる方。事件現場！何？誰かいる？逃げよう！え、逃げなくてよくね？また話通じるやつなんじゃねえの？おい、行き止まりじゃん！え？バルがこんなところにある。よし、取ろ。バルを手に入れた。んで？隠れる？ハイド、オッケー。隠れて、奇襲かけよう。いける。やれる。全然余裕。いる！殴れ！勝った。うんこびっくりマン。え多分こいつやったな、てめえと思ってんじゃない。やったなてめえ。あれ逃げてった、行っちゃった。えあら大丈夫？すみません、大丈夫なんですか？うんこ出た、うんこ？え？なんて？ちゃぷちゃない。問題ないならいいですけど。うんこ AV 女優。わけわからん。どうしよう。殴ったのに。え、ついてきてる。うんこ便秘？ハテナマークついてるな。うんこ便秘？快便？ついてこないでいいから。え、こっち行く？え、なんやねん。何かご用で？一？まずは、1からね。まずは1からね。そんな見ないで。俺、コミュ障やねん。うんこ出た、うんこ。ついてくるつもりなのかな。うんこ出たの？うんこ出た、うんこ。こっち行くんじゃないの？進もう。進む？さっきのところやん。血じゃない？これ。血。で、左。え、誰か来る？ん？何？からね。逃げて。逃げてじゃない。こいついいやつなんじゃないの？逃げて。俺だね。は？うんこすべき。え？ここで？ここで？うんこすべきここで。ここで何いきなりトーク。なんて伝えたいんですか？あ、助けてくれてる。何ここで動くなか。動くな。うっさ。え、本気で、黙れ。うっさ黙れ。だよね。エロい。エロい怒らしちゃった。え？エロい言ったね、エロいからだ。可能、いけない。どっちな。守ってくれたの？うん。優しい。バルで殴ったのに。ん？こいついいやつだな。逃げて元カノ、言ったね君。え？言ったねじゃねえんだな、まず。そりゃそうか。逃げて。うんこカノをもっと。
まだうんこすんのお前。え、うんこ可能モッド、うんこモッド、え、大丈夫大丈夫だよ、うん、うんこもっと大丈夫だよ。もっと行くのかってこと？ちょっともう一回話しかけて。うんこもっと、行くにしよう、普通に。うんこ行く、え、うんこ行くでいいのかな。こっちはこんなところに入れるスペースあったんだ。うん、で長い鎖、長い鎖で、多分こっち右側やるとまたハテナなんじゃない？短いじゃない？え、鎖、うん、こっち行く。え、こいつもついてくんのかな。壁、うん、壁弁殺すぞ。え、え、可能ではない、行く。上、人殺すやつ違うだろ、はしごなのかな。え、人殺すやつで、俺さっきだってあのノコギリとかだったよね。え、使うとかじゃない。うん、うんこ行く上、うん、ここしか進めないし行ってみよう。行くか。なんかまだ行ってないところあるけどね。上なんかここ調べれそうじゃね。調べれないか。来てくれてんのかな、もうあいつ後ろ。え、さすがについてこれないかな。あいつだって手はあったやん。おい、いや、ビビらせるな、それだろうね。声高っ。来てたではない、動くな。笑ったけど、ん？まあいいや。トーク。今のはなんて言ったの？怖かった？じゃない？俺結構びっくりした時鼻水出るけど、鼻水出なかったん？うんこ動くな。動くな。うん。もううんこなのかな？うんこ。これ出たやろ。うんこ出た。うんこではない、動くな。再現してくれた。わかんねえ、彼どこまでもついてくる。うんこ1、うんこ逃げて。どういうこと、ちょっとわかんねえんだけど。これ1だよね絶対。うんこ出た、うんこ、うんこ行く。もっとうんこ、もしかして心配してくれてるの？お化け的なもの苦手なんだけど。まあいっか。うん。出口はどこにあるんだろう。とりあえず進むしかないか。うん。ちょっと待って、今のところ文字どんくらい出たん？結構出たね。いやでもまだ、3分の2ぐらいは、うん、まだね。てかほとんどわかんねえし単語。で、エピソード 1? エンド。セーブしとこう。なんかね、このゲーム登場人物の名前も変えれるっぽいから、俺ホワイコ、カッコ美少女にして、今彼ね、お父さん、元彼、犬、ヤンクック。でね、二刀さんがまだあるから、まだまだ出てくるんじゃないかな。エンドあるわ！なーにこの量！これ全部は回収できる自信ないわ。まあ、行くか。次エピソード2ね。ネクストエピソード2。エピソード1で全然わかんなかったけど、単語。やばいわ。ごめん。俺もう普通にクリアできる自信ねえわ。だいぶ歩いた気がする。うん。元彼は？あ、今彼だったわ。ごめん。あなたは、この世界の出口って知らない？うんこではない。え？え、出口改弁？うん。出口改弁ってことは、出口あるの？ん？言葉わからないよな。トーク。怖いけど、コミュニケーション取ってみよう。あなたって立たないの？うん。足、
これ。え、足うんこ立つ、うん、うんこ立つ、あなたの足。あ、これはか、これが足立つ。うんこではない。え、うんこではない、動かない。え、え、立たない、立つ。え、やばい、わかんない。まあいいや。立つの苦手なのかな。ん、これは手。うん。ではない。立たない、立つ。はい。会話するの難しいな。あれ？何あれ？何これ？え、人形。うん。普通の人形っぽいけど、うん、怖いけどね。うん。え？終わり？行くよ。ついてくんじゃね？この人形も。ほらね。え？人形がこっち見てる。ん？エロい。逃げて！うんこすべき。こいつ人形、うん、強い口調で言ってる。何かすべきってこと？はい。うんこすべきこいつ人形、こいつうんこすればいいの？すべきこいつ、アタック。よし、人形こいつ壊れた。壊す。人形壊す。はい。逃げて怒っちゃった。え？逃げては多分合ってんだよね。逃げて、消えた。逃げて、は？な、もういいや、うん。いいのこれで。ん？血出てね。人形壊す。人形は壊れてる。いいの？行くよ。やり直しとかさ。え？なんかやる。まずこれ。これは、布。はい。で、これは紙。はい。で、お前はだろうね、生きてんだろうな。まずは、え、うんこ鼻水。君はうんこ鼻水。うん。ではない、スパイシーチキンファミから。もうわけわかんねえもん。君はエロい鼻水。人間？君はエロい人間？君は、疑問詞だったのかな？疑問詞？これ？え、違うよね。ハテナはハテナであるもんね。なの？ではない、出口。出口はどこ？どこ？エロい行く。うん。ホワイコのこと話してるの？うん。継ぎはぎの男が言ってんのか。この子。あ、出口か。ん？違う。この子エロい行く？また疑問詞。うんこどこ出口。エロい。え？行かなきゃ。エロい行かなきゃ便秘？行かなきゃを使うときは悩むような口調。わけわかんない。難しすぎる。俺頭足りてないんだって。を使うときは悩むような。なのかな。うん。これをつけるの不確定な意味になるのかな。エロい。え？こんなんわかんねえよ。エロいはちゃめちゃベイビー？でもヒントもクソもねえからさ。エロいはちゃめちゃコイン？うんこどこ出口？我慢しなさい。え？うんこ。え？うんこ。こいつはエロい。彼らって見た目は怖いけど、意外とコミュニケーション取れるっぽい。仲良くなれるのかな？
うんこはうまい。だな。まずは。うん。え？え？俺も、言っていい？うん。まずは、なのかな？え？プルンプルン。黙れ、黙れ！どこだな？え？ち、俺も言っていい？え？黙れ！何を話してるんだろう。殺していいみたいに言ってんじゃない？で、こいつは、俺のこと好きだから、止めようとしてんの？ほら、もう見てんじゃん、ほら。俺のこと、ご飯だと思ってる。どこに行くの？こっち。で？お。出口を聞きたいけど、まず話せないと伝わらないし、言葉を覚える必要あるよね。おい。さっき何を話してたの？ん？何のこと？うん。言葉を理解する必要があって。教えてくれると嬉しいんだけど。ああ、無理だよね。言葉、いや、わかんねえだろ。なに？うっさ？ん？ん？しゃべる？うん。言葉というより、音っぽいような。え？いやー、わかんねえ。ファミから？うん。多分それ、言葉。ファミから、あ、これ言葉なのね。言葉。うんこスパイシーチキン言葉。これにしとくか、まず。うんこどこ？うんこはまずもう君でいいや。なんかぐちゃぐちゃなりそう。うんこ、これ、ん？どこ？スパイシーチキン言葉。うんこはうまい。出口言葉。うん。うんこ味の言葉、うんこ。わかる。うんこ味の言葉わかる。うん。うん。教えてくれるのかな？味の。わかんない。わかる。わかったじゃない？多分こいつはわかったんじゃない？わかってるんじゃない？わかる。まずは、わかる。どこ？スパイシーチキン言葉。え？わかる。食べたい！わかる。君の言葉。うん、多分そう！言葉がわからないと困るから必要で。うんこわかった言葉。オッケー。言葉、完璧。伝わったのかな？え？うんこわかった言葉わかる。うん。ん？ただの壁の一部。絶対ただじゃないだろ。違うか。で、電話がある。出る。おならの匂い嗅ぐ？絶対、ヤンクックやん。ねえ。どなた様？すべき。俺の？え？戻るべき。戻る。俺の、ところに。うん。エロい好き、わかる。俺も好きなんだろうな、ヤンクック。あいつ絶対追ってくるわ。電球、オッケー。で、これは鏡だろ。鏡がある。怖いな。早く行こう。え、ちょっと、これ鏡って単語ないの？え？だから、鏡。うん。行くよ。あ、なんかいる。元カノめっちゃ息臭いね。あれ、お前元カノなの？うん。女？何かあったのかな？どうしました？こいつ日本人喋れるんじゃない？何のこと？どうしたのじゃない？これ。何のことじゃない？どうしたの？うん。わかる？食べたい？こいつも？これがない？
私のか、これ。ちょっと待ってよ。私の、顔にしとくか。あれ？顔。私のにしよう。私の、うん。顔ない。この子。私の顔。え？この子。この子。やばい！我慢しなさい。俺の顔ない！え？お前、顔あるやん。理由が分かったのかな？あ、靴？顔靴、はい。生足。生足。靴ない。うん。生靴ない。うん。あ、靴がないってこと。ってことはさっきの言葉？私の、え？俺の？生。俺の？ちょっと待って。ない？わかんない。ないはさっきあったよね。わかんない。俺の、私の、大事な生じゃないやん。え？大事なにしとく？大事な生。あれ？はい。大事な生。これは所有格だったのかな？え？わかる。はちゃめちゃ生靴？うん。あの人の靴、この部屋のどこかにあるのかな？靴がなくて困ってるみたいだけど。ここは？穴の中に何かが見える。手は届きそうにないけど。うん、さあ。大事な使う。これは？ん？バールのこと？おう！そう。これは？そう。使うだ。これ絶対使うだ。これ使ったらってことなのかな？使うどこ？使う。これか？これ。うん。これにしよう。よし。いきます。おっと！靴！戻る、靴！オッケー。んで、こいつに渡せばいいんでしょ？ほら。あの、靴ってこれですか？綺麗な顔だって。私の靴！オッケー、合ってる。ファミチキ！うんこ腹ペーニャ！感謝されてるのかな？怖いけど。ファミチキ！オッケー。感謝されてんだな、ファミチキってことは。エロいハラペーニョ。うん。オッケー、エロいハラペーニョね。行こう。さあ。どんどん行くわよ。クソ、めっちゃ暗いね。暗いやん。え、クソだってね。黙れ。めっちゃ暗いやん。うん。すべき。あ、電気、明かり。明るくなったじゃん。これが明かりか。これが明かりや。明かり。つける。はい。これ何？ライターか。ライターが押してた。うん。で、ランタンがある。これ火つければいいじゃん。はい。で、あ、これついたじゃない？まあ、俺が分かりゃいいから、チャンカパーナにしとく。つける。え？持ってく。明かり持ってくつける。でもなんでライターが都合よく落ちてたんだろう。誰かが明かりをつけようとして、落とした。なんで？逃げて！息めっちゃ臭いね！え？ちょっと待って。早く！わかるすべきどこ？え？え？急いで！なんか来てる？何かいる？あいつじゃね？ヤンクック。え？スーパーハイパー理不尽すぎ？明かりつけない方がいいんか？あ、だから、つけた人も死んだんじゃん、多分。ダメだ。つけちゃいけねえんだ。え？つけるとかつけない関係ない。多分振り向いちゃダメなんだ。つけて、チャンカパーナつける。持ってく、明かり、ん？
なんか違うんじゃないのこれ。でもなんで、うん。で、これで逃げて、うん、早く、急いで、振り、ん？む、むく、むくな、むくな、はい。何かいる？で、動いたらやばい、うん。動くな。動いたら手。OK！ 逃げて、消えた。何かが、なんか消えた。俺も行っていい、むくな。うん。しー、げ。で、また新しいとこ来たよ。特に、出た、元カノ。お前元カノ多くない？え？おならの匂い嗅ぐ？こんばんはか。怖かった？え？あたし怖かった？うわ、ルービックキューブ。ん？コイン？コインじゃねえのか？これ。うん。これ、布？交換。変えて。これ消えた？は？手品？わかる。あたしエロい。お前エロいね。うん。エロいと思う。もう、これ出た。わ、すごい！これ出た。私の殴っていい？いや、こいつ殴れ。元カノなんやろ？怖かった！わかる？出なかったん？あたし怖かった？うん。はい。あたし、ん？え、なに？笑うな、カス。布ある。うん。え？布変えて、わかる。わかる？消えた？これ、あなたか？あなた。え？ここどこ？狭い。箱の中？これ、バラバラ？あ。あれ？エロい出た！エロい消えた！エロい出た！怖かった？怖かった！怖かった？怖かったって。うん。笑うな、カス。はい。どこに行くの？え？エロい消えた。手品を見ただけだったね。なあ。ちょっと待ってね。これ、あ、結構増えたね。メニューで辞書。じゃあ、名簿。結構増えたよね。今のうち名前変えるか。そう、ホワイコ、美少女邪魔だからホワイコのみにして、で、今彼、お父さん、元彼、犬、ヤンクックでしょ？で、鶏、ジョニー、アホ、鈴木さん。これ結構わかりやすくていいかも。んで、ろうそく、チャンカパーナ。え、これチャンカパーナな？これも？チャンカパーナさん。ああ、オッケー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 。ん？明かりか。ん？もう自分でわかんねえや。これ行き止まり。ん？これ？ちょっと待って。これ？行き止まり？止まれ？んで？紙、うん。で、これが？え？標識？矢印？ん？ちげえわ。え？ん？方向？方向？いや、これ方向じゃない。こっち行ってみる？行くぜ。こっち行くわ。ん？お？人形。大きい人形。大きい人形。はい。で？だから、人形に。うん。え？うん。俺？え？俺の？え？目玉？目玉？え？俺の目玉？なんだろう、この生き物。え？エロい、便秘？かえ便？え？
エロい、痛いマン。え？泣いてる。泣いてる。エロい。なのかな？迷子、迷子。迷子、迷子なのかな？あなた、すべきどこやめて。うん。タッチ。エロい、行ったね。行ったのあいつ。行っちゃった。ゲー。人形、足がない。手、オッケー。で、これ顔でしょ？殴っていい？ダメだよ。ダメダメダメ。顔。顔他にもあった気すんだよね。で、これが、エッチーとこう。で、足、オッケー。これ以上ですね。合ってるかどうかの確認かな。優しいな。左。こっち行っちゃっていいのかな？これは椅子、オッケー。で、少し疲れたな。休む？椅子。で、これはテーブル、オッケー。で、ここで休むのかな？テーブル、椅子。疲れたし、少し休もうかな。うん。よし。なんだお前、笑うな、いちいち。やばい。やばい個体も割といるのに比べると、彼は親切で友好的な個体だよね。うん。そういえば彼、なんて名前なんだろう。名前、なんて言うんです？ん？今彼なのにわかんないのか、お前。名前ってどう聞くんだろう。例えば、これ、テーブルはなんて言う？テーブル。あなたはなんて言う？うんこ？もしかして個人名がないのかな？あれ？そういう自分の名前は？名前なんだっけ？お前ホワイコやん。自分の名前は？なんて読むこれ？化けのあだみ？いや、全然違うよ。白泉ホワイコやろ。そう。名前は、白泉ホワイコ。どうして忘れてたんだろう？どうしたの？名前、白泉ホワイコって言うんだけど。あ？わかんないよな。伝わらないよね。地震？誰かいるの？いるやろ。あなた、すべき、どう？ん？お？え？ポルターガイスト！あなた、すべき、いけないクソ！ここから出よう！ぶねえ！ああ、怖かった。びっくりしたね。あれ？血が垂れてきてる。え？ほんとや。もしかして、ホワイコがぶつけた？ごめんね、ごめんね。大丈夫？やめて。え？慣れたわけじゃないんだけど。え？大丈夫ならいいんだけど。え？ん？穴。穴壊す？穴壊れてるってことね。はい。あなた、可能どこ行く？行く。海弁？え？え？え、違う道海弁。オッケー。こっちは？これさっきのどこ？うっと、あなた、すべきどう？行く。なんだ？もう、手！あ、助けてくれてる！すべき、行ったね！ちょっと待って、掴んで、今彼さん！連打！よし、オッケー。ここから離れないと。あ、びっくりしたー。お、なんか、本当に、いい足してる。服が濡れちゃった。どうしたの？泣きまん。服が濡れちゃって。掴んで。ちょっと待って。ブラ見えてね。伝わってるのかな？靴は乾きにくいし、どうしよう。
あなた食う。見えてね。ん？ほっ。どちら様？エロい。エロい人妻。チャプチェない。あ、顔か。首がない。首ない。あなた食う見えてね。え？食う見えてね。食う見えてね。どこにある？え、探して。オッケー。あ、これはありがとうじゃない？ Thank you。お？うんこ食べないの？探して。服をくれるってこと？え、マジ？服、あ、じゃあこれか？服とかじゃない、これ、着て、着ていいピ？濡れたままじゃ寒いし、もらっておこっか。いい人やん。こいついい人やん。サイズはちゃんと合ってる。え、なんかこれ一番最後に結婚式みたいなのあげてさ、この一緒についてきてくれてるやつが、最終的に敵になったりする？え？ありがとうございます。あなた、ハラペーニョ。笑うな、カス。笑ってねえ。どこに行くの？何だったんだろう。エロい。え？間違って飛ばしちゃった。ちょっと待って。エロいムラムラする着ていいっぴ。うん。喋る着ていいっぴ。エロい出た。え？お前、もしかして出ちゃった？ねえ、カルピス。エロい。これ着ていいピ。エロい AV 女優。服が好きで配ってるってこと？もう。大事な着ていいピ。あ、これ似合ってるじゃない？似合ってる。はい。いいのかなこれで。で、ま、これさっき来たとこじゃないの？ここ以外に道がないけども。ん？これ、改便、行く？この道を進みたいけど、手が出てくるしな。先に行ってくれんじゃない？あなた可能。どこ行く？行けんじゃね今じゃ。手です。出た。掴んで。え？手です。好きやあなた。あ、手が俺のこと好きなの？あ、え？渡れてる？走ってか。走って、あ、ちゃ、マスカーね。走って行く。どこ？ん？ここかこれ。ここ、急いで、急いで、ここ、急いで行く！ダン！オーケー。し、なんとか走り抜けた。あなた可能、行く！これで一安心。こいつマジいいやつだな。声なんでこんな高いの？ああ、怖かった。にしても、この世界の出口ってどこだろう？まず出口って単語がちゃんとわからないと。うん。行くよ。あ、そうだ！何？ちょっと聞いていい？出入り口ってなんて言うの？ここ君、え？ここだけじゃダメか。今のがここ？君、これここなのか？ここ。いや、わかんねえな。あいつがちゃんと理解してくれてんのかわかんねえ。こう、出るってのは、あなた行けない。え？行けない、ベイビー。なるほど。じゃあ、なんでわかんの？じゃあ、部屋に入るのは、あなた、そこに、ここクソ。じゃあ、入った時の場所は、ここ。そこに、ベイビー？うん。じゃあ、出る場所を聞くには、わかった、動くな、ベイビー。わかった、いけない、ベイビー。いや、これ。わかった、いけない、ベイビー！いけないベイビー、ここクソ？この単語だけだとうまく伝えられないな。
そもそも別の世界って意味わかんないよね。てめえ。ううん、言葉教えてくれてありがとうね。うん。いけないベイビー。まずははちゃめちゃ。あなたはちゃめちゃ違う道来てね。うん。なるほどね。え、もしかして伝わってる？多分それ。違う道来てね。我慢しなさい。あなたはちゃめちゃ道で違う基地来てね。察しが良くて助かる。考えてみると彼ってコミュ力高いな。多分ここまで来て俺ほど理解できてないやつ多分あんまいねえよ。他の実況者見に行ってみ。多分みんな理解してると思う、ここら辺まで。しー、これテレビね。テレビ、はい。コンセント繋がってないしつかないよね。この世界にテレビあるんだね。つくんかい。え、ついた？怖かった。え、面白いの？え、今のが面白いなの？あ、じゃあもうあのはしごの下りの時あいつこいつめっちゃ笑ってたの、ちゃんと面白がってたの。よし、面白いに変えた。え、面白いの？ん？どれかつくんだろう。なんで？意味わからん。これは？これコンクリ？掴んで持ってく。え、ダメだよ。これは？掴んでコミュ障やね。いや、わけわからん。こっちか。んで？扉。そろそろチャプター2終わんじゃないの？扉。開けます。屋上とかじゃないのこれ。扉、ここ開けて。開かないんだよ。ドアが開かない。そんな時の方法といえば、バール。開けて。ん？こじ開けて。うん、バールででしょ？びっくりした、お前。大事な使うこれは、バールでしょ？そう。バールを使おう！ナイス！こいつマジいいやつだな。今から。さすが今からだ。開いたぜ。扉、開けた！開けて！バール便利！正しい使い方。ね。使う、完璧！行くよ。マジです。うわ、またなんか聞こえるよ。なんか声みたいなものが聞こえたような。うっさある。うん、うっさいのいるな。で、これはバケツ。中には何もない。こっち行ってみる。こっちだよね、声聞こえたの。右側から聞こえたけど。奥に何かいる。元カノ、息めっちゃ臭いね。なんかあなたすべき。どう？調べるよ。でっか。なんか！でかい個体もいるんだ。エロい。可能、ここ。で、出る、出る、出る。で、出る。エロい。え？エロい父持ってくんのかな？エロい、そんな見ないで。なんか。見ちゃいけないのか？なんて言ってんだろう。うんこ父ある。あなた父ある？あるよ、女だもん。エロい、父持っていく。誰の？ホワイコたちだけにあるもの。うんこ可能、出る。うん、あなた可能、出る。出るね。うん、泣いてる。可能、出る。エロい可能、ここ出る。意思疎通ができない、話せない。エロい可能、ここ出る。エロい父持っていく。知性とか知能とかそういうこと言ってるのかな。知性がない。エロい、なんか俺、うん、なんか必要ってこと。まずこっち行く。なんかが必要ってことか。知らんけど。うんこ出口、ここベイビー。あ、もうわけわかんないぜ。ふざけちゃった。あそこにうんこ落ちてね、ベイビーにしちゃった。ちょっと待って、どうしよう。これうんこだったよね。うんこ。たださ、これ指さしてるから、奥に、奥に、奥、奥、行く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 、ベイビー。これでいいんじゃない？うんこだね、行く。怖いけど。
うん、以前ここに来たことあるのかな。え、エロい、息めっちゃ臭いね。行く？誰かいるの？エロい、え、エロいお姉さん走っていく。泣いてるすべき急いでいく。進み方についての忠告？ゆっくり行こう。俺ね、この単語はぐちゃぐちゃだけど、なんか意味はわかる。よし、いける。ほらね。これは？お前！おならの匂い嗅ぐ。うんこく、大事な足。あなたこれ、足。俺も言っていい？黙れ。いいよ。俺も言っていい。俺も言っていい。まあまあまあ、さすがに分かってたわ。足ない！元カレ！え？美味しい足！はい！ふん！お前の対象は分かったぜ。おならの匂い嗅ぐ？うんこ食う？大事な足。あなたこれ足？俺も言っていい？黙れ。これは黙れだな。黙れ。パパコンが消えろ。よし、ここは何？ SOS ヘルプ。え、なんでこれ SOS ってかけてんの。いや、これ主人公役も来てんのかな。何この部屋、元カノクソ。うん、これ何、青いやん、バケツだ。え、何言ってんのお前。ん？これ、あれじゃん。メイク道具だよね。特に使えそうなものはないかな。うん。バケツだ。ちげえだろ。これは？方向？はい？え？これあの、矢印の時に出た単語でしょ？うんこ、ここ、奥、これ。やっぱりこういうもの自体は知らないんだ。知らないものの呼び方はわからないよね。ああ。方向。いや、わかんねえな、これ。全部方向やん。これな、これ、な、何これじゃないの？何これ？あ、あの、矢印とかもわかってなかったんじゃないの？何これ？うん。ん？切る。あ、ちゃちゃちゃ、切る。切る。使う。おう。何これ？うん。何これ？思わない。よし。なんだか違和感を感じる。壁の状態に対して部屋が整ってるというか、まるで誰かが掃除をしたみたいな。これ閉じ込められたんじゃねえの？誰かが助けを求めてたのかな？でしかないでしょ。SOS とヘルプって。それが何があんねん。お前頭おかしくなったんか？行くよ、OK！ 結構長いね。エピソード2、電話だ。あ、これジョニーか。おならの匂い嗅ぐ？エロい。だね。すべきここ分かったところに。え、やばい、なんかバレてんじゃね？場所バレたんじゃね？ヤンクックに。頭痛がする。ゼフチョ。なんで？ここ入ろう。めまいが、する。助けてくれたんじゃない？あいつ。体調不良の極み。なんかお前も喋り方どうした？え？筆が、どういうこと？この世界の人間になっちゃうんじゃない？いすぎると。だから元人間なんじゃね？全員。もしかして、この世界にいると、化け物になるの？どうしたの？これ大丈夫だな。大丈夫？大事なエッチいこと？大事なエッチいこと？今する？あなた、可能、ここ、ムクナ？ん？え？動けない？は、うまいだな。え、わかんねえ。うんこはうまい。うんこはうまい。特にあなたの。大事なエッチいとこ、首ある。首フェチ？泣きまん？よしよししてくれてる。え、これよしよしだな。よしよしよ。
よしよしよ。やめて、ハラペーニョ。ありがとう。いや、笑い方よ。それで全て台無しや。え、なんかこういう気持ちなんかな。俺も笑い方どっちかって言ったらなんかキモい方なんだけど。なんかこれで、なんか可愛い女の子とかに惹かれたりすんのかな。早く脱出しないと。全く好調じゃないけど、行かないと。なんかいる？あなた、どうしたの？これ、のにしちゃったな。さっきのあれで。はい。あなた大丈夫？あなた、今する？あなた、君の彼氏？うん。今彼だよ。はい。あなた、あなた、クサビッチ！あなた、ここ、今する？え？ここで？今彼と？バラダカス！心配してくれてたのかな。いや、キレてたよ。この世界は変な人が多いな。あ、ここ待った、ヤンクックだ。嫌な気配がする。なんか俺だね。そう、そうなの。あなたすべき言ったね。あ、こいつ、ここから離れないと。右輪著。え、階段なの？行き輪著。ん？来たのか？あれ？今からさんがいない？止めてくれてんのかな？え？なんだお前。あなた、戻るところに？わかったところに。うんこ食う？あなた。あなたこれ、大事なところに？大事なところに。え？好き！好き！好き。え？言ってる？てめえ、ところに。投げて分かった大事なところに。これ、大事なところに？投げて分かった大事なところに。ちょっと分かんねえ、おめえが何言ってんのはよ。ちゃんと喋れ。分かったところに。食う？大事なところに。食う？大事なところに。黙れ。今彼！ここ。これ偉い。発情すんな、お前。あなたすべき。言ったね。あなた、言ったね。自分の彼女を取ろうとした相手に、言ったねって聞くな。なんか助かった。ありがとう。うんこ、可能、特にあなた。笑なかす。笑ってねえよ。あなた迷子。あなたなんか。ありがとう。ファミチキ。笑なかす！お前だよ、笑ってんの。今彼さんって、どうしてこんなに親切なの？はっ！もしかして、これさ、もともと本当に今彼だったんじゃねえので、怪物化しちゃったけど、記憶があってみたいな。ホワイコのこと好きなの？ホワイコが可愛いから。調子乗んな、お前。ん？なんでもない。この世界に出口ってあるのかな？ホワイコのいた世界とは違う。でも見慣れたものがある。ってことは全く違う世界でもない。どこかに必ず繋がりはあるはず。行く？行こう。これエピソード、まだ続くの？それにしてもめまいがひどい。次に休める場所があったら休むね。これは？連休、オッケー。開くねえ。何なんだろうな。突然ここにいるし、エピソード2が終わった。
ちょっとむずすぎない？あの、まあ、キャラ増えてたんで、また名前変えたんですけど、まあ、ホワイコ。で、こいつストーカーでしょ？で、おっぱい。で、ナース12歳。で、あとは増えてない。もう、チャプター3のちょっとやってみるか。今のところ多分俺はね、多分ほとんどの単語をね、解読できてません。うん。さっきのあの、赤い服のやつはなんて言ってたんだ？ずっと大事なやつだよね。あいつが追いかけてくる。最初の頃は突っ立ってるだけだったのに、明確に追いかけてくるようになってきた。誰？ん？あいつって、こいつ？こわ。あ、でも、多分普通にしてりゃイケメンだよな。夢？あいつストーカーなんじゃないの？普通にちゃんと。いつの間に寝てたんだろう。おぉ。あなた、ん？起きたじゃない？起きた。うん。クソビッチ、今する？お前やりちんかよ。心配してくれてるのかな？怖いんだけど。大丈夫です。あれ、毛布がかかってる。布？まずは変えて、布。行かないで。うんうん。うんこ変えて、変えねえよ。あなた布。着替えてってことか。ありがとう。違うか？そういえばどうやってこの世界に来たんだっけ？どうしたの？話そう。そうだ。幽霊団地にいたんだ。はい。もうわっけえわっからん。そして肝試しをしていた。え、ここ、え、ん？ないはずの廃墟が雨の日には現れる。という噂。それは本当にあった。お前一人で来てたの？そしてあいつに出会った。赤マン、ん？はい。やっぱこいつなんだ。赤い傘の男。ネットで有名な怪異で、雨の日に現れる。幻覚を見せて、その中に閉じ込める。名前を教えると、魂を取られる。というのが、大体のテンプレ設定。だから彼は架空の創作で、実在するわけがないはずなのに、噂が本当になってる。ちょっと待って。雨の日に現れて幻覚見その中に閉じ込め、名前を教えると魂を取れる。これもしかしてあいつめっちゃ、あー、なんか名前入力すればよかったのかな。多分あそこ入力できたし、名前を教えてって言ってたんじゃないの。そうだよね。多分次あいつが出てきて同じようなセリフ出てきたら、名前ちゃんとしよう。あいつの作り出したあいつの庭なのかもしれない。じゃあ他のモンスター何なの。ホワイコは帰ってこれたけど、他の人間は誰も見つからなかった。その場所に行こうとしても行けないらしい。でもホワイコは何度も行くことができた。え？え？お前戻ってこれてんの？で、いよいよ出れなくなったの？お前、行くなよ、何度も。なんで何度も行くん？ホワイコには行く理由があった。彼氏か？だって、いなくなった人は行方不明のまま。死体も見つからないのだから。な、これもう絶対友達がモンスター化しちゃったの。こいつ絶対知り合いやん。あなたムラムラする。出る？お前ムラムラしすぎな？なんでもない。あいつのこと考えたら、本当に来るかもしれないし。考えるのはやめとこ。さあ、椅子ね。これ椅子でしょ？うん。振り返りね。振り返ろ。椅子壊す。壊れたにしとくか、一応。壊れた。うん。OK。てかさ、これさ、結局単語なんでしょ？だから、壊れた、壊したとかにしといた方がいいんじゃない？ね、こういう風に。んで、目玉？え？え、横向き、横向き椅子にしとこ。目ん玉の時言ってたよね。で、電球。で、これがメトロノームやん。テレビ？いや、違うんだけど。これ何じゃない？何これ？え、でもさっき、え、何これは別であるよね。これは？これは？
これは、むくな。これ、動くなか？動いた。これは動いた。うん。は？ああ、気持ちいい。あなたここ行く？だいぶ時間が過ぎたね。え？なんせだの？結構時間経ったねとかって言ってんのかな？え？これ時間経ったねかな？時間経ったね。はい。経ったねにする？あなたここ行く？うん。もういい。これは殺すぞ。どうしたお前。めちゃめちゃ怖いやん。二重人格よ。で、机、テーブルね。行くかも。まあ、単語、物とかはわかるけど。あなた、クソビッチ？ナース、12歳。あなた、首ない？ないよ。あなた、クソビッチ？うんこクソビッチ。うんこ今する。うんこクソビッチです。うんこクソビッチ。あなたクソビッチ 笑えなかっすよ。ごめんなさい。心配してくれてたみたいだし、悪い人じゃなさそう。めっちゃキレてたよ。あっち側から来たんだから、進むのはこっちだよね。また電話あるよ。ヤンクック出てこないの？おならの匂い嗅ぐジョニー。これ、ヤンクックじゃないの？あなた、1。大きい。俺なんか、勃起してる？声聞くだけで興奮してるやん、こいつ。俺、元カノ？ん？この二つの単語は似たような意味っぽいよね。そう。俺はこの世界の住人全体を表すような。じゃあ、僕たちとかにしてみる？元カノはそこから具体的にタコタイくらいの元カノにしといた方がいいやんじゃん。ねえ。行く？行くしかないよ。行こう。もう、結構これチャプター何まであんだろう。何これ。グムソンな。瓦礫なんだよな、これな。ハサミだ。鎖、マジでキル使う？え？ハサミがぶら下がってる。切ればいいじゃん。そのぶら下がってるハサミで。罠もなさそうだけど、武器なるやん。怪しいけど、もらっておこう。うん。切る。使う。うん。で、ここに使うんでしょ？鎖。鎖、これ鎖っていうか、なんだろう。つながってる。うん。とかにしてみる？はい。これで、繋がってる。殺すと扉。うん。ドアが塞がってる。で、切っちゃおう。OK。でも、切る。繋がってる！うん。ちょっと待って。これ、逆にいいの？これなんか多分、この奥になんかやべえのいいんじゃねえの？大丈夫これ。扉可能。開けて！はい。どうして縛ってあったんだろう。念のために確認もしとこう。お前すげえな。度胸あってすげえわ。俺絶対開けねえわ。やばい、なんか来る。問題もなしと。まあ、フラグ立てんなよ、め来るぞ。あ、何もいない？お前、フラグ立てんな、マジで。あれ？今からさん？これ、振り向いたらいるやろ。ドアが開かない。上？でっかってか、天井ないの？まずは横向き。わかんねえよ。チンカスくらいにしとくか。わ、うまい！おいしい！チンカスが？逃げないと！おー、すごい。テキパキ動くね。え？いるよ！えいぐ！まずはチンカス！横向き！チンカス！うんこ！え？うんこ臭いあなた。え、連打！危ねえ！よし！ここ動いた？あ、ちょんちょんすなお前。どこちょんちょんしてん？ここ
動いた？あなた、え？敏感なん？体が動かない。え？テオル。ああ。誰？まったく、何やってんだろう。こんなところで死ぬとかバカじゃん。とりあえず、今は逃げよう。このくらい直せる。でしょ？何このメッセージ風？どういうこと？痛みが引いてきた。意外と大したことなかったのかも。さっきの誰だよ。また別事件の話か？逃げ場はない。他に出口は？出口、どこか逃げられる場所？なんか逃げ切った手になってる。さすがにここからは逃げられない。出たよ。お前絶対出てくると思ったわ。おならの匂い嗅ぐ？うんこ食う？大事な紙。あなたこれ紙？これ投げて特に。こここれ。いや、これ投げてこれ。これ投げて特に！俺も言っていい？うんこ特にあなた！うんこ美味しい。大事な紙！え、なんか助かった。ここどこ？助けてくれたの？顔面あなた違う道、クソ。別の部屋に運んでくれたんだ。うんこ美味しい髪。あれ、髪が短くなってる。まあいいか。うん、ありがとう。髪欲しいってたもんね。ん？何？頭皮から血でなかったん？またね、助けてくれるなら。よし、今彼さんとは完全にはぐれちゃったな。大丈夫かよ。ちょっともう今彼さんがいないと。あ、また電話。ジョニー、おならの匂い嗅ぐ？あなた行く。てめえ改便。あなた便秘？茶色い行く。投げて分かった改便。どこに行くの？どこに行くの？どこに行くの？聞いてんだよ。左行こう。もうこれ全然行ってない。ん？降りよう。さっきのとこ来た。戻ってきた。なんで？ちょっと待てよ。ヒントこいつから聞くんじゃねえか。おならの匂い嗅ぐ？あなた行くてめえ改便。あなた便秘？茶色行く。こっちだな。投げて分かった改便。Thank you。あなた行く改便。中央左。どこに行くの？左。ありがとうよ。左。中央左。なんか暗くなってきた。うえぇ、エレベーター Go。 行くに決まってるやん。ここから元の世界に戻れるかもしれない。絶対ない。絶対下行く。これ行ってみよう。絶対下やろ。ちょっと待って、よく考えなきゃ。本当に戻りたいの？別にここにいてもよくない？これ誰な？ Go。 いや、行こう。シェーン出れた。出れた。マジ出たの？こうして無事元の世界に戻った。この物語はここで終わり。ハッピーエンドガン。絶対嘘やん。え？自分で選んだでしょ、元の世界に戻りたいって。もう終わったんだから。もう終わりにして早く寝よう。
エレベーターガーちょっと待って、ちょっと待って、え、一応ちゃんと元の世界に戻ったの？ちょっと一回セーブしよう。ちょ、行こう、やっぱり。うえー、ちょ、エンディングめっちゃあるんでしょ？しかも俺全然理解できてないから。で、これ出れるんでしょ？誰なの？このメッセージを送ってきたやつって。ちゃんと現実に戻れるんかよ。まあ、確かに何も解決してない。いや、別に解決する必要ってあんのか？マジでハッピーエンドや。やったー、やった。やった。エンディングリストは見れないのか。まあ、ちょっと、文字化けというゲームでしたね。はい。全然俺多分、マジ10分の1ぐらいしか単語理解できてねえわ。もうチャプター3の途中までやったのに。じゃ、どんくらいのか分かんないんですけど、ちょっと続きはちょっと、やれるか分かりません。やれるか分かんないっていうか、やっても俺がうまくできるか分かんない。のでちょっと気になった方はやってみてください。気になる方はね、続き見たいって方はちょっとなんか雇用とかしといてください。はい、それ見て考えます。はい、では文字化けでした。うんこの匂い嗅ぐ。